こんにちは。こんにちは。今日はダーツの飛ばし方っていうんですか。こうでしょ。まあこれもフォースタンス理論の登場とかによってね、人それぞれと言ってしまえばそれまで。はい。です。終わりましょう。はい、人それぞれです。バカ野郎、なんで。いや、人それぞれなんだけど、まあそれかちょっと僕フォースタンスね、うん、よくわからないのと、うん、自分が何タイプかもちょっとよくわかんないんで、何をワンタイプはこうした方がいいと思いますとかはちょっとわかんないんですけども、まあ見てて身近で、あーダーツ飛ばせてないなうまくみたいなことを思うことが最近ちょっとあったので、はい、言おうかなと。なんか最近はいろいろ情報があるでしょ、簡単に調べられるでしょ、はい、もう表抜き裏抜きとか、右回転左回転無回転とか、コッキングがどうとかね、もう知識が入りすぎてもうちょっとわけわかんなくなってる人もいると思うんで、簡単に言うと、そのまあ僕が見ててダーツうまく飛ばせてないなって思う人は、ここメインにしすぎというか、もう本当に肘倒して肘上げるだけでいいんですよ。ないし、身長大きい人とか、あの別に押し投げしない人だったらここ倒してここ倒すだけでいいんですよ。なんだけど、なんかここで飛ばそうとしすぎというか、この手のこの指の中でもう手首のスナップどころか、もうここでもうね、ちょっとイメージだけど、こっち、ここ主体で考えてもらえればもうちょっと力って抜けると思うんですよね。ここ主体ってどういうこと？あの動かす時のイメージとして、うん、こっからこっからっていうか、ここでこうやって引こうとするんじゃなくて、うん、こうここでダーツを持ってここでこうやってこうやって引こうとするんじゃなくて、うん、もうここをこうやって倒すだけ。こっちはあくまでサブなの。もう離す時手首の返しだけなんです。ここを第一っていうか、まあメインとしてね、考えて、もうここ腕を、腕、ここの前の腕だけを倒す、離す、だけでいいんですよ。なんか、すごい手先、指元で引こうとする友人が多いですね、僕の周りには。あの、詰まってる人で。こっちメインでもうちょっと考えてもらいたいっていう。それこそコッキングの話をするなら、コッキング、なんでしょう？あ、全然違います。ざっくり言うと手首の動きというか返しというか、まあざっくり言うとね、まあまあそういうこと。ここメインで考えてたら、ここ引いてこう倒しますよね。でこっちサブだから、こう引いてこっちメインで考えて、こう引いてこう倒す時に最後こうやってやったら、結果コッキングを使って投げてるようになるというか、でコッキングしようと思って投げるもんではない。ではないっていうことでもないけど、すげえ YouTube だね今日。だからまあそれは、その質問は回転をかけようとしてかけるもんじゃないんですかにちょっと近いというかね。別にコッキングで飛ばすことは悪いことじゃないから、コッキングをするということは。ただまああんま意識しすぎないで結果コッキングになるぐらいの方が楽に飛ばせるんじゃないですかっていう提案というか、意識しすぎは良くないよとか。そう、なんか力ん前の動画で567あたり止まっちゃう人みたいなね、レーティングがちょっと力みがみたいな話はしたと思うんですけど、それの原因というかが、もうここに意識が集中しすぎてるというか、もうここが初動というかね、もうここはいいんです。最後でもうこっち、ここここだけでいいの。こっちメインで考えてもらって、まあ、最後の方にこっちで飛ばしていくっていう考え方の方がダーツが綺麗に飛ばせるし、力みも減らかんじゃって減っていくんじゃないかなと。うん、なるほど、いうことです。以上。はい、以上でございます。以上でございます。まあ参考になれば。参考になる。参考にならない人もいると思いますし、そんなことないでしょっていう人もいると思いますけど、参考にならないよ。ええー、ごめんなさい。じゃあそういう方はちょっとあのバットの方で。
押さないでほしい。押さない、まあしょうがないですよね、でもね。あ、まあまあ、そういう意見もあるんだねぐらいで止めといてくれれば。はい、はい、ありがとうございます。